はい、どうも、ジョーカーさん、ありがとう。まあ、みねです。カトゥーン企画カトゥーン企画です。はい。そして、ちょっと新企画。お、まあね、これね、リクエストなのかな、なんかね、なんかリクエストされた気がしてんだよね。おぉ、視聴者さんからいただきましたか。多分。それを覚えてないけど、はい、悪いんだけど。そんなあったような。どこかでいただいた気がする。うんうん。俺らが、はい、思う、まあ、好きな曲とかいっぱいあるわけじゃん。いやいや、ありますよ。その中で、うん、俺らがカトゥーンのアルバムを作ってみるっていう。アルバムね。そう。はいはいはい。その、俺ら流っていうの。うん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 。自分の好きな曲を集めて、ベストオブカトゥーンを作ってみる。なるほどなるほど。あれだね、世界に一つのアルバムだね。そういうことですよ。そうですね。で、まあ、アルバムって、まあ、何曲か入ってるパターンあるけど、はい、まあ、大体平均とって15曲として、うん、皆さん、マネージャーと、もみは、15曲全然選んでもらいました、はい、あらかじめ、うん、それまあちょっと発表して、お、まあちょっと、あ、なるほどねって、ちょっとこう、ハイフンならではだね、これね。はいはいはい。これ15曲ありますが、はい、順番っていうのもやっぱり大事ですよ。大事ですかね。はい、この組み立てあるじゃん、やっぱアルバムで、はいはい、この曲から始まって盛り上がって、ちょっとしっとりして最後盛り上がってとか、はい、その順番もとても大事ですから、はい、センスが問われます。センスですね。やっぱあとカトゥーンの曲をどんだけ聴いてるかのとか、うん、個性とか、はい、いろいろ見れますので、意外と、うんうん、ちょっと楽しみ。これは面白いっすね。面白いっすよ、ね、多分、絶対多分被らないので。間違いない、15曲もあれば被らないよね、はい、全く一緒でしたって人は、でもそれ嘘です、ね、って感じで、ちょっとね、アルバム発表したいと思います。はい、では行ってみよう。誰がいい？じゃんけん決める？じゃんけんしようか。じゃあじゃんけんしよう。じゃあ勝った人から順からいこう。勝った順から。最初はグー、じゃんけんぱ、はい、こうでしょ。なに、じゃあマネージャーから。はい、じゃあマネージャーから。はい、じゃあマネージャーのアルバム、はい、ザ・ベスト・オブ・マネージャー、こちらです。デデン。おお、最初ね、ライブを作ろうとしてしまって。いや、わかるよ。ああ、途中で、あ、違うってこと気づいて、ちょっと変更したんですよ。あ、個人入ってる。個人入ってる。きた。なるほど、なるほどね。ウィアカズ入ってます。ロア入れてるし。いや、でも好きそう。わかるわ。なるほどね。最初、ダイヤモンドスカイでちょっと上げ目に行く感じね。ああ、で、ライブだね。リアルフェイス2曲目って思う。で、次はヘローノーカー。ヘロー。出た。なるほどですね。はい、まあ皆さんにはちょっとここに出てるんですよね。はい。こんな感じで。ですね。ね。結構押せ押せな気がする。なるほど。最後音色で終わらせる。まあしっとりだ。アルバムってなんかそんな感じかな。まあまあよくあるパターンだね。ライブもそうだもんね。だいたい盛り上がってしっとりが当たる。ライブだったらしてたんだけど。まあ違ったと。そう、結構ガンガン行こうぜだね。なるほどなるほど。はい、ということで、あ、俺か。はい、もみさんの発表からお願いします。タクシー、いや、見せますよ。はい、じゃあもみさんのお願いします。はい、私はこちらでございます。じゃん。いや、そうだと思った。ハロハロくんだ。ハロハロくんだ。俺もしっかり浮き沈み激しい瀬取りになってた。いや、そうだ。ここにね、音色持ってくるのはうまいでしょ、うん、そう、音色はね、最後じゃないのがまた美味しいんだよ。ブレスとプレシャスワンで落としてるしね。そう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 、最後は上げて上げて上げる。うん、もう絶対 NMP 最初だと思った。違うの、もうここはね決まってた。もう言われてから、あの15っていう数字がね絶妙でさ、絶妙なんだよね。あと2、3ぐらい欲しいなとか。最初オーバーしたでしょ、選んだ時。あ、オーバーした、オーバーした。で、削ってほしくて。そうそう、そうなる。これね、ちょっと面白いなと思ったのは、はい、皆さんの見るとシングルが入ってるじゃないですか、はい、僕1曲も入ってるんですよ。えっ、シングルをあえて入れなかった。なるほど、うん、じゃあこちらです。ででん。はい、うん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 。おお、すごい、音色全員入ってるね。そう思った。ムーンね、迷った。あー、ウィルビーもね、ちょっと迷ったんですよ。いや、すげえ俺っぽいと思うんだよね。なるほどなるほど。いいっすね。俺もなんかちょっとライブっぽい作りなんだよね。もうなんかオリジナルライブ思い浮かぶもん。なんかさ、自分の中でライブ、ね、作っちゃうよね。構成できるんだよね。ソロとか入れないんだね。入れなかったね、ソロ。うん、入れなかった。なんかカトゥーンで考えちゃった。
この新生ドットプレッシャーさんはもうトップとケツで決まった。あ、決まった、うん、やっぱね、個性出るのこれ面白い、面白いね。うん、で、かぶって出るのは音色か。うん、音色だけ、音色だけが唯一かぶってる、全部みんな入ってるの、うん、やっぱ隠れ名曲ですね。ですね。なるほど、面白いな。でもやっぱみんなライブっぽいんだよね。そうね、このセットに見たいもん。もうレスキューからジェットなんて想像つくもんね。あとはなんかデンデンデン。すごいね、続きで入るよね。頭の中でそうなのよ。ノーマタからのバンスがあるとかもね。マネージャーの2曲目にリアフェっていうのがね、かぶってたね。てかそれはもうね、ライブ見すぎ。そうなんだよね。王道すぎよ。最近のカツンです。俺パーフェクト絶対外せない。え、そうだね、ずっと好きだ。はい、ということで、アルバムを作ってみましたけど、やっぱりね、これ個性で出るんですよ。面白いな。面白い、面白い。まあ大変じゃなければね、皆さんコメントなんでね、うん、ちょっと教えてください、ね、この好き好みのね、やっぱ出ますからね。似てるみたいな、似てるのはあるかもしれないよね。やっぱその自分の好きな曲のテンションとかね、やっぱちょっとまとめがちなところ。まあぜひね、コメント欄に書いてください。はい、まず15人、これ絶対15人絞ってね、これはもう大事な15だから、ちょっと超えちゃったわ、なしに。ここね、でもこの絞るのもまた楽しい。そう、実はこれもあるんだけどな、みたいな。あえてこれ入れましたね。アルバムならではの絞り、ひねり方。そうだね、うん、コメント待っております。はい、お待ちしてます。では、ちょっと新しいカトゥーン企画やってみました。次回のカトゥーン企画でお会いしましょう。お会いしましょう。以上、ジョーカーでした。アディオース。